え皆さんこんばんは。46日間チャレンジ行政手続を完全制覇の29日目入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。えー、いつもこれは朝早くにですね、収録をさせていただいているんですけれども、今日は朝一からですね、打ち合わせがバタバタと続いていた関係で夜になってしまいました。あということで29条ですね、えー、説明をしていきたいと思います。 えー、フリーク処分をする際の意見陳述の機会っていうのは、聴聞手続きと弁明の機会の付与手続きっていうのがありました。で、弔問手続きについて、もうずっと今見てきたわけですよね。で、具体的には15条から28条にかけて、えー、まあ、46か条のうちの条文数のですね、まあ、かなり大部分を割いていましたよね。15条から28条まではずっと聴聞手続きについて見てきたんだ、ということになります。 今日は弁明の機会の付与手続きということで、弁明の機会の付与はですね29、29,30,31という三箇条ですね29、29,30,31条というところに出てまいりますから、そちらを今日から3日間にわたって見ていこうということになってまいります。弁明の機会の付与手続きというのは、例えば、 うん、大体ですね、あの、営業許可の取り消し処分をするときは、あ、弔問手続きとかなってるんですけど、営業停止処分の30日間とかですね、えこういった、あまあ、1ヶ月の営業停止処分とかについては、弁明書の提出を求める。 なんていうことで、弁明の機会の付与手続きなんかを取ることが多かったりとかするんですね。まあ、前にも少しお話ししましたが、1ヶ月の営業停止期間というのは、まあ、学習してるときは、まあまあ、ちょっと営業許可の取り消しに比べたら軽いかと思うんですけれども、実際にはですね、もうその、 営業ができるかできないかというか、まあそこのですね、お店の存続がかかっているような、結構重大な処分ではあるんですけれどもね。ただし、えー、結構この行政手続きなんかにおいては、あ弁明の機会の付与手続きで足りると、こういうふうにしているような規定が多いんですよ。実際にはですね。ですから、まあ例えば営業停止の1ヶ月なんかに関して、1ヶ月の処分をするにあたっては、あ弁明書の提出を求めるということで、 消文手続きみたいに出頭させないんですね、当事者を。そうではなくて、えー、まあもう、書面で反論があったら反論出して。しかも、大抵ね、提出期間って、もう1週,間か1週間から10日ぐらいなんですよ。 っていうのももう、その弁免書を求めるようなですね、処分っていうのは、かなり結構大量案件とかが多くて、で、もう行政としてもですね、もう粛々ともうどんどんですね、処分を進めていきたいっていう思いがありますんで、反論防御の機会を与えるというんですが、それほど期限はですね、長く取らないんですよね。 一週間から10日ぐらいの間で弁弁明書を出さない場合はもう不利益処分決定出すからねと。不利益処分通知が出ると。こういうような流れとに,になるというのが通常なんだということになります。弁明書はどんなものかということで、 ちょっとここにサンプルあげておきます。まあ明日以降もちょっと見ていくことになりますけれども、まあこんな感じで、まあほんと紙ペラ1枚が来るような感じです。えー、弁明書お、まあ規定のどんな記載事項があるかなんていうのは明日以降見ていきますけれども、まあこういう紙ペラ1枚が来るんだというそういうイメージだけ今日は持っておいていただければというふうに思います。反論があったら反論書を出してね。反論書のことを弁明書って言いますから、この弁明書を出してね。 でしかも提出期限がですね、もう本当1週間以内とかで出してね、ね、我々だったら結構書類作るの慣れてるからいいですけども、書類作るのに慣れてない人にとってみたら、え、え、何,何書いていいの何書いていいのなんていうことで迷ってしまいますよね。 で、ま、あ行政書士に頼めばいいんだ、なんていうこと知ってる人だったらいいですけれども、知らない人たち、事業者の方たちもいて、あたふたとしてしまうなんていうのが、ま、あ実際のところかな、なんていうふうに思っております。はい。えー、じゃあ、29条の条文を見ていくことにしましょう。29条第1項です。弁明は、行政庁が口頭ですることを認めた時を除き、弁明を記載した書面、えー、いか弁明書というと、を提出してするものとすると。 ういうふうに書いてあります。ここで重要なのは、弁明の機会の付与というのは、あくまで原則は書面であるんだけれども、ただ、行政がですね、口頭ですることも認める場合があり得ます。 やっぱりですね、あの、うん、そうですね、もう書面で反論書を書けないとかですね、例えば外国人の方とかで日本語で書けませんなんていう場合は口頭で言わせてください。こういう場合もあり得るわけですよね。で、まあ、原則書面である手続きではあるんですが、ただ反論防御の機会を与えるという趣旨であるならば、やはりですね、ここは口頭での意見陳述というのも認めるべきだろうというふうには思います。 えー、従いまして、まあ、こういう書き方にはなっているんですけれども、原則書面ですよ。で、まあ、行政庁は、口頭ですることを認めるということもあり得ますよと、まあ、こういう書き方になってますけれども、やっぱりですね、あの、当事者が要求してきた場合には、 口頭ですることを認めるべきだとは思います。まあ、これは解釈上の問題です。あの、学者の先生方なんかは、やはりそういうふうにおっしゃるとは思います。ただ、行政が認めるか認めないかと言いますとですね、結構あの、これはもう弁明書の提出だから、書面の提出だけで終わりですよ、なんていうふうに言われてしまうこともありえますね。まあ、文言からすれば、まあ、行政にですね、あの、認める権限があるという書き方になりますから、文言だけでですね、文字面だけで取れば、まあ、確かにそういう理屈になるんだろうというふうには思います。 はい。えー、では、29条の第1項については以上です。29条の第2項を見ていきましょう。弁明をするときは、証拠、書類等を提出することができると。弁明をするときという書き方になっています。これはですね、弁明をするときというのは、これは書面ですることもあれば、 口頭ですることを行政が認めた場合には口頭ですることもあり得るという前提に立った書き方ですね。弁明書を提出するときはっていう書き方になってませんでしょ弁明をするときはというふうに言ってるのは書面でする。あるいは口頭ですることを認めた場合に口頭ですると。口頭で意見陳述をすると。こういうことを想定しての書き方ということになります。 証拠書類なんかも提出することができますよということになります。弁明書の提出だけじゃなくてですね、証拠書類とか証拠物とかですね、こういったものがあればそういったものを提出してもいいですよ。こういうふうになっているというのがまあ29条ということになってまいります。はい。ということで、まずはですね、29条の条文を読んだということにしましょう。 えー、今日はですね、かなりまあシンプルではございますけれども、ここまでにしたいなというふうに思いますが、 学なので、もう少しだけ、あと3分ぐらいだけですね、ちょっとお話ししようかな、なんていうふうに思いますけれども、えーまあ、行政書士の仕事について少しだけお話をさせていただきたいというふうに思いますが、これは以前私が講師やってた時なんかにも、まあ、受講生の方からですね、行政書士資格取ったらあ、こんなことやってみたいんだ、なんていう話を、まあ、いろんな話聞くんですね。で、そうすると結構ですね、言われるのが、例えば、自分は親の相続をやった時に、親の相続を経験し すごく大変だっただからやっぱり相続業務をやりたいんだとかですねご自身があのまあ、離婚の経験があってでその時非常にこう苦労したからまあそういうですね同じような境遇にある方たちの役に立ちたいだからそのちょっと離婚の相談なんかをやりたいんですとかですね、えー、あるいはそうですね今勤めている会社に外国人の方が結構いらっしゃってでまあ、外国人業務をやりたいんだとかですねそれぞれですねあのもちろんモチベーションとしてはすごくいいんですよあの 身近なところからあ実際にあこういうことで役に立,つ立てるんだなんていうふうに思っていただいてで、まあ、業務にしようということですから、まあ、非常にいいんですけれどもただあの、これは私自身もやってみてですね、えーまあ、気づいたことといいますかあ、まあ、やる前には分からなかったことではあるんですけれども行政書士業務って幅が本当に広いんですよ。で 本当に、もしね、もう、実際に結構いろんな企業で働いて、この行政手続きかなり詳しいっていう方だったら別かもしれないんですけど、なかなかそういう方は少ないと思うんですよね。で、その時に、うん、こんな業務もあるし、あんな面白いこともあることを知らない状態で、決めつけすぎも良くないかなと思うんですよ。えーも、もちろんいいんですよ。今の段階ではもうこういう思いでやるんだ、ということで、もう全然いいんですけれども、 これあの、実際に合格した後なんですが、ぜひ幅を広げるためにも、いろんな業務をやってる方の話をですね、えー、聞いていただければな、というふうに思います。あの、いろいろ、まあ、レックさんでもやると思いますし、こういった講演会とかもあったりとかするので、講演会なんか行ってみて、で、自分がこう、こういう業務をやろうと思ってるものと違う業務をやってる先生方、 えー、金融に関しての専門家の話。いや、聞いてみたことないなぁ、なんていうことでね。金融に関してって言って、行政書士が扱えるのなんていうことでですね。えー、じゃあ、聞いてみようか、とかですね。 あるいは、そうですね、まあ、相続って一括りにしても、いや、私は結構いろんなクライアントの事業証券専門にやってますから、ということで、まあ、あの、許認化から入る、その相続の話、えー、まあ、事業証券絡みの話なんかをしてくださる先生もいらっしゃると思いますし、 あるいは私みたいにあの航空法であるとかですね、新規法令、えー、こういったものにいい、まあ、結構着手して、で、いろんなビジネスをやってますよっていう,う、まあ、先生っていうのも、まあ、またご紹介できるかと思いますし、そういう,ういろんなですね、先生の話を聞きながら、まあ、自分に興味がある分野っていうのを見つけていただくとまた違うんだろうなというふうに思います。 やっぱり、どうしても最初って、私もそうだったんですけど、本屋さんに行って、で、なんか本が並んでると、例えば会社設立の本とか相続の本ってめちゃくちゃあるじゃないですか。で、そうすると、あ、なんかとっつきやすいんですよね。で、とっつきやすい分野にみんな行きがちなので、それよりかは、全然みんなが考えてもないような業務とか、まあ、受験生自体ですね、知らないような業務っていうのが、これはあのビジネスとしてはですね、非常にこう、着眼点がいいと言いますか、ああ、なんか、 もうその時点で参入障壁高いし、うん、差別化できちゃうんじゃないかな、なんていうふうに思うところであったりとかします。前にですね、あの、ああ、いいなと思ったのが、この間講演会やってて、で、どういうの専門にしたいですか、なんていうことでですね、えー、聞いていったときに、お一人の方は、私はね、あの、もう道路、道路に精通したいんです。 いいですね、着眼点がね。もう道路法とか、まあ道路に関する法律って、道路法、道路交通法、それ以外にもですね、まあ、関わってくるものっていろいろあるんですよ。だから道路の専門家になりたい。いいですね、マニアックでいいですね。で こういう着眼点を持つとですね、あの、非常に広がりを見せるというか、一気に専門性が出てくるわけですね。で、私が思うのは、この専門性を持つ土台になるのは、やっぱりね、この行政法の知識だと思うんですよ。もちろん、その民事関係であれば民事法中心ということになりますから、民法とか、あるいは民事法というとですね、これは受験の段階ではやりませんが、民事執行法とか民事保全法というですね、そういったものも勉強することになります。 行政法の土台があるとですね、個別法がまあ読みやすい。まあ読みやすくなりますし、だから行政手続き法の流れが分かっていればですね、個別法も非常に読みやすいということになりますし、もちろん行政救済のところ、不服審査、事件訴訟、国外なんかのところっていうのも、詳しく知る必要っていうのもあります。あれを、まあ実際にはなんか不服申し立てとかって使わないだろうっていう先生、非常に多くいらっしゃるんですよ。だから特定行政処置とかもいらないんじゃないかなっていうふうに言われる先生がいらっしゃいます。特定行政 行政書士なんかについては、またちょっと別のね、えー、回できちんと説明をしたいななんていうふうに思いますけれども、あれはですね、やっぱり最低限の行政書士としても質の担保っていうのもあってですね、えー、私はあの資格合格後、行政書士登録をしたら、まずは特定行政書士を受けていただきたいなというふうに思っておりますけれども、またその理由とかについてもですね、あの説明を別の機会にさせていただこうかななんていうふうに思っておりますけれども、行政法規のこの土台が作れていることというのが、 もういかに大きいか、もうどの企業だって、もうこの行政法の専門家って1人はいた方がビジネスチャンスがもうどんどん生まれるはず、そんな風に私は思っています。ですから、この行政法に精通している人っていうのは、もうどの企業のコンサルに入,入ってもいいだろうと、そんな風に思われるぐらいですね価値が高いんですよ。 今やっている、行政手続き法も、ね、その受験勉強終わったら、で、試験合格したら、もう一切合戦を忘れていいじゃなくて、おそらく、皆さんがこれからいろんなステップアップの仕方していくと思うんですけれども、その土台となるルールだと思うんですよね。行政手続き法。確かに、えーまあ、試験で点数取ることも重要ではございますけれども、今、 せっかくこうやって一条一条やってるわけですから、もうこれをですね、頭にこう叩き込むことによって、これから先ですね、もう使っていくんだと。もう行政法を、もう自分のですね、えー、血肉にして、そして、まあ財産にですね、こう変えていくんだと。こんな風にですね、思っていただきたいな、なんていう風に思っております。はい、えー、ということで、まあ今日はですね、まあちょっと仕事の話なんかもさせていただいたということで、えー、ここまでにしましょう。お疲れ様でした。